はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。アドブダ&ラウドラ、この二人はね、アビリティが丸かぶりしてるんですよ。貫通か反射かっていう違いありますけども、でね、クエストは歳費。歳費って久しぶりに来たね、アンチ重力、アンチ重力バリアとウィンドが生きるクエストなんで、まあまあ間違いなく、この豪絶の2キャラは、土適正でしょう。というわけで、この2体使ってやっていきます。おー、削る削る。でね、まあどっちかっていうと私はアドブダの方が好きです。で、アドブダがアホみたいに強いんですよね。このチップ層っていう友情コンボなんですけれども、弱った敵に対して、こう、まあ要はロックオンワンウェイのレザバリ仕方なおかつダメージすごいよっていうのが私のイメージです。ミスった。やべ。非常に強い友情コンボだと思うんで、ラウドラは、じゃなかった。アドブダはね、友情コンボをしっかり使っていこうと思います。ラウドラは、カウンターキラースワビなんで、まあ強いですよね。で、パワー型なんで、直殴りも強いんで、カウンターキラーが乗った状態で殴っていけば、まあガチャゲンに負けることはまずないでしょう。さっきゲージ見せりましたけど、こんな感じで。非常に強いキャラクターとなっております。はい。うん。なんかね、今、言うこと忘れちゃったんですけども。まあなんでね、この編成で、前々がやってみたいと思っていたんで、やっていきます。歳費。歳費はね、毎月1回結局こうやって動画出してる気がする。私はちなみに歳費は運極じゃないんで、負けたかないです。お、つえな。そう、歳費はね、運極にすれば使い道は結構あると思うんで、まあ、どこって言われたら別に思いつかないけど。出たばっかの時の激究極のクエがそんな適正だったんですけど、名前を覚えてません。ただ、まあ、できれば運極にしたんで、負けずに頑張っていきたいです。ただ、パワー型だから減速率は半端ないからね。最近、もしこれがラウドランガチャ券だったら、同じアビリティにプラスダッシュなり、超アンチ重力バリアなりついてたと思うんですけど、まあ、致し方ないよね。そこまでは求めてない。言うて降臨キャラですから。あー、右行っちゃった。ダメージもそんな痛くないから大丈夫なんだけど。問題はボス削れるかどうかなんだよね。よいしょ。それ友情コンボもね、まあまあ、まあまあ強いですよね。この、なんだっけ。あ、消えちゃった。拡大爆弾覚えてるんだけど、もう一個のね、ウォールなんたらこうたら。ウォールムービングパレットだ。そうそうそう。ウォールムービングパレットもね、しっかり使っていこうと思います。これにもね、カウンターキラーが乗ってるんで、パワー型ですけども、友情コンボの火力としては結構高めのキャラクターになります。敵弱った敵狙ってくれる、多分これチップ層がね、一体を狙ってくれるんで、一旦ね、左側に。あ、きっちり処理した。で、防御ダウン。いいですね。この流れ。で、防御ダウンした後は弱点を引っ張る。弱点ないか。右行っちゃうと思うけど、まあまあいいや。どっちかっていうと、ボス削りに関して言えば、ラウドラの方が強いと思う。今こうやってカウンターキラー乗ったんで、ただここは倒しに行く。なんだって攻撃力ダウンされたらめんどくさいからね。これで防御ダウンしてくれたんで、でも今、あれかカウンターキラーも乗ってるから、ムービングパレットに。この方がダメージ出るか。オッケー。いいね。で、ストライクショットも順に溜まってるし。ラウドラのストライクショットがパンドラボックスだったかな？そうだね。パンドラボックス系だね。で、電撃を放つ。アドブダはね、頑張って運極にしたいんですよね。チップ層の砲撃型の友情ブーストが出たら多分、このゲームは壊れると思う。だってバランス型でこれですからね。結構な強友情だと私は思ってます。どうなんだろう。私は強いと思ってるんだがどうなんでしょうね。ちょっとただね、無属性なんで、イメージで言うとほんと斬撃とか、次元斬とか、そういう類のもんです。属性効果倍率が乗らないんで、ちょっと残念ではあるけど、まあ逆にはね、どこでも使えるよっていう、キャラクターになってるとは思います。お、いいね。てか防御ダウンさせなくても十分削れてるんだよね。
すごいよね、本当に。痛い。一回ボックス投げてみるか。やだ、ボックス。おー。まあまあ、ダメージも入って状態異常も起こしてくれる。やっぱ強いわ。オッケー。で、敵の防御ダウン、かつ、まあ、ヒッてるから何もできない、カウンターキラーが乗っている。これ多分いけるね。うん、いけそうな気がしてきた。これだって、ちなみにガチャゲンゼロっすからね、この感じで。これぞ豪絶。まあね、あの難易度だからこのぐらいの報酬がなきゃ正直やってらないっすよね。ただ一個言えるのは、24日に来る、なんだっけ、モラルか。モラル、私仕事なんですよ、その日。ココイチでショックですね。お、つえ。まあ、モラル、私の予想ではね、重力バリア&ワープ。久しぶりにね、イザナミと同じアビリティのボス来るんじゃないかなと思ってるんですけど、要は、あれですよ。ワタツミのね、土適性がまだない。やべ、ミスった。ひだめが。まあ、次突破しでいいや。そうなんですよね。だから、多分ワタツミが適性来るんじゃないかなと思ってます。どっち来るかわかんないけどね。重力バリアの方でも来るかもしれないし。多分神化だろうなって気がします。はい、突破。じゃあ、ボスです。ボスは何ステージ ?2 ステージだったかな歳費のステージ数は、あ、違う、3だね。まだかかるか。じゃあまた SSR 温存しておきましょう。あ、チップ層、そうか、ビットンいっちゃうのか。こういう状況だと。それはちょっと残念だな。早めにビットン壊れ、壊れた。ビットン壊れてくれれば、こっから雑魚になってくれる。ただ、魔導士即死なんで、魔導士はちょっと叩いておきたい。前回、台湾版でやった時に、この魔導士の即死すっかり忘れてて、あ、なんかホームインかなんかじゃないなと思ったら、普通にやられちゃったんで、今回は気をつけてやっていきます。防具弾させなくてもいいんじゃないの？もう十分削れてる気がする。というわけで弱点叩こう。そうだよね。はい、そうこうしてるうちにね、ラウドラボックスか。ラウドラボックスのね、ストライクショットがちょっと溜まってきたんで、これでもう状態異常も付与できる。ある意味雑魚処理しなくていいんだよね。まあ、その防御ダウンの倍率にもよりますけどね、どのぐらい防御ダウンしてるかよくわかんないんで、長距離防御ダウンブラストとか、防御ダウンブラスト系のやつだったら 1.2 倍なんですけど、もっとね、倍率高いんで、この狼倒した時のやつは。いや、とりあえず、1体倒して。OK。で、ラウドラがどっちもいい位置にいるんで、ゴリゴリ削っていこう。カウンターキャラ乗ったね。あ、こっちか。あ、乗ってるわ。十分。やっぱね、パワー型カウンターキャラ好きです、私。だしっていうのはちょっと、今の電線切りはちょっと、あれって思った。そう、電線切り忘れてましたね。そりゃ、この子撃ってくるわ。じゃ、これで突破ですね。強い。じゃあ、ラスゲです。歳費もね、ほんと来た時はね、全アイテム使ってガッチガチのメンツで、やべえ、こんなの絶対負けられないじゃんと思ったら、この子めちゃめちゃ出ますよね。今までのハクアとかに比べれば。とりあえず撃ってみましょう。おー、伝わるね。伝わってるけど、伝わってる電撃ダメージ自体別にそんなにびっくりするほど高くないんで、まあこんなもんかなって感じです。さあ、防御ダウンしてくれた。これもし下がまひってたらね、雑魚呼び出しできないんで、まあ、それはそれで楽な気がするけど。行こうか。いや、これ強いよな。
電撃自体のダメージそんなにないですけど、ハマってあげればその分電撃増えるんで、強い。最後はじゃあ、ラウドラボックスで。もう全然余裕でした。ね。あ、ちなみに運曲には本当にほど遠い。まだ多分20ぐらいスラック。本当に月1ぐらいしかやってないんで、ね。すいません。では、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ほいじゃま。バイバイ。あ、31歳はごめん。バイバイ。